皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて、保育関連施設で働きたいと考えている皆さんに就職相談会開催のお知らせです。就職相談会は7月21日日曜日に府内町の松阪公民館で開催します。当日は午後1時から保育研修会を開催し、長年多気町の清和図書館で秘書として活躍した林千里さんに絵本やわらべ歌の魅力などをお話ししていただきます。その後、松阪市内の全市立園が参加しての就職相談会や保育者サロンを開きます。学生、保育士、看護師、調理師等の資格をお持ちの方、また広く保育施設で働くことに興味のある皆さん、ぜひご参加ください。受付は松阪市ホームページで就職相談会と検索してアクセスしてください。松阪市主催の保育のお仕事に関する就職相談会は初開催です。ぜひ皆さんご参加ください。それでは今回のラインナップです。ハンドボールのプロリーグへの参入に内定している三重バイオレットアイリスが嬉野中学校で出前授業を開催しました。松阪市福祉会館で令和6年度寄り添いサポーター養成講座が行われました。松阪消防本部で一般市民を対象にした上級救命講習会が行われました。今回のくるっとサークルは花岡公民館キッズチアピーナッツ松阪の活動をご紹介します。